先輩のお客さんが来てくださって、それで聞いたんですよ。何ですかね。ね、漢字とは、はい、意味と違って、発音で湿気。湿気、うん、なんていうかな、日本語でうまく言えるのかな、この辺って、川、はい、あっちの辺も、はい、何本の川を、はい、ちっちゃいんですけど、ドイツになる、はいはい、で周りのなんていうのかな、土地が川の水でこう、なんていうかな、硬くない土地になってなんか、なんか、なんていうの日本語で、なんか、湿気っていう、なんか違う日本語で、湿気があるみたいなことですかね。そうそう、水分が多い、そう、それを聞いたんですよ。湿度的な、そういう感じ。そう、だからそれで湿気なんじゃないかなとか、年配の方から聞いたんですね。テレビでもすごい日本の中で一番変わった名前、そうですよね、言われますね。テ、ね、はい、レビのそうすると僕が嫁になります。うん、そうですよね、気になりますね。ありがとうございます。ありがとうございます。まさかのまさか知ってると思わなくて、びっくりしました。すごい、すごい、ありがとうございました。はい、じゃあもうパンをいただいて、はい、お腹いっぱいになったし、美味しかったし、美味しかったし、もう満足したいんだけど、はい、そうですね。なんかまさかの湿気のね、意味をね、このね、パン屋さんで聞けてびっくりしたんだけども、はい、なんかさ、忘れてることがあるのよ。食べてる時に思い出したんけどさ、これちょっと一個めくって、この存在忘れとったと思うの、うち。ああ、うん、1キュッパ、5本で、ね、はい、5本、1キュッパってことで、まだ調べなきゃいけないから、今からここに、まあ、なんかちょっとスーパーっぽいからね、多分スーパーが近くにあると思うので、ちょっとこちらを探していきたいと思います。イエーイ。ごめんなさい、知らなくて。湿気でね、ちょっといろいろ調べてて今。なんだろうこれ。ギフト1本。そうなんですよ。1円で、ここだと1キュッパなんですよ。お野菜かな、じゃあ。この辺今、ね、お大根とかそんなものじゃないでしょうかね。わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お邪魔しました。ありがとうございました。もう失礼します。失礼します。ごめんなさい。湿気が1本48円で、5本だと198円なんですけど。湿気っていうなんかものありますか？食材とかなんか。湿気、食材ですか？食材というかなんかスーパーに売ってそうなもの。わかんないです。あれ？ちりげ。中央、まあ、名前すごくない、名前からいろんな連想が広がる公園ですね。中央、あ、実はどこの踊りの団体、岐阜のアイドルやってるんですけど、さっきテーブルで見るんですけど、そうです、そうです。で、この1本48円の湿気は知らないですね。もう知らない。
なるほど。どういう情報を集めてきたんですか。あれもう尻の毛は誰も食べれんよね。ここがスーパーっぽいんですけど、なんかスーパーとか。スーパー湿気しかないよ、ここはね、この辺は。はい、ということで、ニンニン、スーパー湿気にやってきましたイエーイ。ここに来れば、この正体も。わかると思うのでね、行ってみたいと思います。これで今日はもう解決できるはずだよ。ミステリー解決ですね。ルンルンじゃないですか。あれ、これスーパーしてる。スーパー、あれ、やってる。スーパーじゃない。スーパーじゃない。スーパーの形じゃなくなってる。え、スーパーじゃないですけど。何も置いてない。あれ、これは？ニューでアイドルやってるはちみつエンペラーっていうんですけど、知ってますか？知らないですよね。ありがとうございます。今これを調査してて、岐阜さん、湿気ってご存知ですか？湿気が1本とかじゃないんだよね。お、多分岐阜さんの岐阜湿気さんの何かが、はい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 、1本48円とか。お、なんかネギとか。そう、ネギ、きゅうりとか、はいはい、ナスとか。そうですね。お大根かもしれんから。じゃあここが間違ってるってことですね。じゃないけど、多分この画像のこの辺に本当は商品が並んでて、はいはい、それが1本48円っていう意味なんじゃないかなと思いました。はい、はい、ということで勝手な名推理をさせていただきました。さすが。はい、ということで今回はこうやって湿気を調査させていただきましたが、はい、またね、次回も珍名な場所にメンバーが行きますので楽しみにしてください。それでは以上、岐阜珍名調査隊でした。バイバーイ。